さあ今回は1年前にプレイしたこちら、Element TD2 というね、タワーディフェンスゲームを久々にプレイしていきます。で、キャンペーンモードがね、あるので、ちょっとこれをね、一からやっていこうと思います。まあ一応ね、確認のためにクリアしたんですが、まあ、この牛をね、倒しに行こうかなということで。で、このゲームですね、こうタワーが、一応6属性あるんですよ。で、相性があるんですが、さらにこのタワーをね、他の属性と組み合わせることで、50種類くらいのね、タワーを使って守っていくというね、結構幅の広いタワーディフェンスゲームで、こう多分正式リリースしたからなのかな、日本語にも対応していて、こう説明がね、読めるんで、昔よりだいぶやりやすくなってますね。で、まずはこの通常タワーを置いていきます。この左のが特に属性のないやつで、この矢のタワーがレートが速くてどんどん敵を撃てると。で、右のがね、高エリアが広い、まあ、弾丸みたいなタワーですね。で、これらはですね、安く、後々この属性変えられるんで、例えば闇タワーならこう敵倒しますよね。倒した時の超過ダメージを違う敵に与えるという闇タワーと、炎タワーが攻撃するほどね、この1636432とダメージを獲得していくという、まあ、1体を殺すようなタワーがあるんで、これに変えていくわけですね。さあ、置いていきます。とりあえずね、100にして置いていきますが、これ現在5タワーがありますが、ダメージが見れますね。どのタワーが効いてるかっていうのは、視覚できるみたいです。とりあえず目標は1体も通さないことなんで、まずバンバンね、増やしていきます。で、ここもあるんで、まあ、折り返しで倒してもらってと、まあ大丈夫そうですね。で、そろそろ変えていきます。ダメージだと闇が強いんで、まず闇かな、280ですね。で、炎はさっき言った巨体のやつだったり、蓄積することが大事なんで、後半にね、置いていこうと。で、ここ闇にします。これ、ここのダメージに闇のタワーが来ましたね。よし、大丈夫ですね。お、来たね。あ、じゃあ炎にしようかな。まあ来れるか分かりませんけどね。ほら、30、31と増えていっています。こういう風にあるので、どんどん置いていくと、この蓄積型のタワーは強いと。まあ、まだね、2種類しかありませんけど、これを組み合わせていって、やっていきますか。で、組み合わせもですね、まあ、これ止まんないんですが、ちょっと 0.5 倍にしますね。こうやって見ることができて、これは例えば光と土、闇の中では水と闇、草と闇などで変えれますね。横に置いたら確か変わったはずです。まあ大丈夫ですね。さあ、炎で削って闇で殺すと。よし、終わりましたね。さあ、では、次行きますか。これ多分実績みたいですね。そういえば、牛を通さずに倒すと。で、次はね、さっきのとこだとこの属性ですね。合成、まあ、つまり、合成って弓矢のことかな。から100で、それ以外の属性から 90%。まあ、特に相性のないやつがいたわけですが、追加各種相性が出てくるので、ここから難しくなるかなと思います。まあ、もちろんね、ポイントはまだ来てませんから、いきます。多分1面クリアすると1ポイントって感じで増えていくので、まあ、そこを貯めていかないといけないですね。で、最初はね、光と闇。で、光は闇から 50% のダメージしか受けず、地面に弱いと。アースですね。で、闇は水から半分で光に弱いんで、まあ、つまりね、相性が悪いと。じゃあこういう感じで固めていくしかないんじゃないかなと。まあ、炎なら刺さりますが、さっき言ったように性質として炎がね雑魚に強いわけではないので非常に不安ですね。展開として早めに次のタワーを置いていかないと。ちなみにタワーもね、こちらターゲット変えれて近くとか遠く、強い敵弱い敵とか変えられるんで、まあそれこそねタイプに合わせて変えていく必要がありますね。例えば炎のやつなら強い敵を狙った方がいいだろうと。で水来てますけど水はね闇に弱いんですがちょっとまだ強化する段階にないかな。炎は何に弱いっけ。水かな。水だ。草が炎で地面が草だね、まあ、つまりこれ右に行く感じだよね属性が。じゃあここで一周するわけでしょ。つまりまあろくな衣装はないわけですね。ノーマルで殺すしかないね。どっかで強化挟むのがいいかな。まあ今はもういわゆるノーマルのみですね。あ、結構下ありますね。まあ死ぬと思いますけど行かれたらめんどくさいか、まあ、とにかく開幕ダメージですね。でこれはね強化する前提のやつなんでまあ属性にしかならないんですよね。闇にしますか。だ炎が問題で例えばさっき言ったような強力なやつがいないのでね相性が良かったとしてもそんなにここに刺さるかっていうと分かんないよね。炎じゃなくていいみたいな。おあ次逆になってあここから逆に属性があった方が効くわけです。まあ合成が多分これだと思うんで、コンポサイト。多分これですよね。逆にも変えなくていいのか。何も変えなくていいのか、じゃずっと。まあ、でもさっきからすると、強力なやつがいるはずなんで、ちょっと闇を増やす。いや、炎か。炎を増やしたいですね。ちょっと左寄せすぎました。売ることもできますが別にね、ここで倒せるわけなんで、あんまり気にしなくていいかな。真ん中に闇を置いていけば、まあ、非常に広範囲攻撃できるんで、強いかなと。あ、属性もあるんですね。じゃあ炎いらないか。ダメージ結構闇が刺さってますどうだろう。単純に35ダメージしか与えないですもんね。蓄積ないやっぱ炎はいらないか。あでもここに刺さるんですよね。じゃあ使えるか。ここら辺に置いときますか。これであーちょっと離れちゃうのね。フォーカスオンにするべきなのかな。これ多分ロックってことですよね。あでもないかな。弱ってる時は狙いがちょっとどうですかね。まあ通ったところで負けはしないんですが頼むよ。いけいけいけオッケーオッケー。作例しましたね。ここね相性があるので3属性はないときついですね。あ、でも次、お、もろかぶりしてるんだけど。完全に一致してるよ。こうなると、水が闇効かないんで光だけ差しとけば、かなり相性はいいかなと思いますね。で、このミッション2を、あ、属性使わずにクリアっていうのが経験値なんだね。そうか。まあいいです。これ光をアンロックする感じかな。ただ、ああ、そうか。あ、これいけますね。闇の強化版ね。闇と炎の強化版いけます。名前は地獄のタワー。ターゲット攻撃開始後、倒すまで、手動でターゲットを変更するまで攻撃し続けると。あ、さっきやりたかったやつができますね。なるほど。さ、コスト高くない ?325 か。まあ、ダメージめっちゃ高いんで、強力かなと思いますが、まあ、ここ見ますかね。本当は光がいいんですけど、まあちょっと、タワーのコンボっていうのをお見せしようかなと思います。あ、これすごいマップですね。ルートはこちらから来る感じか。なるほど。ん?こっちから行って、あ、そこに向かうのね。ここから来て、こう回ってぐるぐるしていくのが。なるほど。この辺が強い気がするけども、最初来るのは炎と。まあ、追う形で置いて、開幕から打って、こんな感じかな。まあ、ここで2回通るもんね。1回通ってから、ここ通ってからもう1回通るんで、チャンス的に3回あるのかな。これがいらなかったね。ここばっか固めようか。まあ、闇が1個あればだいぶ変わりそうですね、これは。闇闇か。まあ、とりあえず安価に固めていきましょう。おお、これは結構ここが危ないかな。倒しきれないとお金がたまんないんでね。どっちにせよ辛いですけど。ためろためろ、よしよし、いいぞ。闇か。これど真ん中がいいですかね。つまりじゃあこれだ。でこれに、この F を押すと強化できるんで325貯めないといけないよと。ここは逆に引きで見た方がいいね、マップとして。ここが重要なので、どのほどいるのかと。で最後ここを通っていくので、ほんとここが重要だね。あとはどこがいいかな。まあ、主にここの2つのブロックを固めていけばいいと思うんで、ちょっと貯めていきますかね。さあ、利息があるんである程度お金は持っといた方がいいんですよね。変わったね。こう行って、こう行って上から回って。そっか、5ウェーブ目がルートの変更なんだね。あー、真ん中がダメになっちゃうのか。まだ2回通るけど、さっきよりか道がコンパクトな気がするね。闇の位置がおかしいね、こうなるとね。まあ、だいぶ開幕気味になっちゃってるんで、次はどちらかというとここら辺が重要ですかね。思うように置けてませんけど、こうすれば継続ダメージが入るだろうと。ウェーブ8くらいまでに強化したいね。正直強化する場所がまずいいか。ここでなんかとんでもなく重要な場所な気がするんですよね。危ないね今の。さあ利息3、ここですね。これ 2% 利息が入るわけですから、つまりこのポイントが高いと利息が多くなるんで収入が増えるわけですね。つまりもっとお金があった方がいいとか利息が増えるかですね、どちらかが欲しいわけでありますが、もうちょいもうちょい。どっち上げよう。悩むな。範囲的にさ、こっちの方がいいか。上げます。地獄のタワー。だここなのかなってとこあるけどね。もし可能であればここら辺がいいね、左上。あとは通常タワーを固めていくとしましょう。いける？地獄のタワーもう7000ダメージかいってますね。レートはそんなないのかな、地獄のタワーは。あ、1.50、まあ、通常、いわゆるこう弓と同じレートですね。で、ダメージは3倍しかかかるんで、だいぶ強いか。まあ、この弓のタワーからすると2段階アップみたいなもんですもんね。さあ、利息これ100ないと。多分ほぼつかね、50からか。だから貯めていきます。お金の貯蓄性もあるゲームですからね、非常にシンプルに作り上げれたタワーディフェンスゲームですね。さあ、地獄の門番ここにいるんで、ちょっともう一個ね、門番欲しいかなって思うんで、ここから最終ウェーブでいけますよね、多分。あ、無理かな。これ最終でしょ？最終の最後に行かないかな。あ、これは多いですね。いろんな、ね、ワイバーンが飛んできてと。来た来た来た。地獄の門番。射程が短いよね、とはいえ。こんなもんですか、最後は。あ、でも確定で倒せるんでいいですね、ほとんど。まあ、ターゲット変えないんで、狙ったやつを殺していくよと。触りました。さあ、今回ね、エレメント TD2 というタワーディフェンスゲームがね、正式リリースしたので久々にやっていきました。昔サバイバルやったと思うんですけど、まあ、いろんなねマップでどんどん強くなっていく敵に対して、まあ、このキャンペーンはこう属性アンロックしていってますけど、サバイバルだと確かですね、なんかウェーブか何かで属性が増えていくみたいな感じだったかな。まあ昔なんでね、変わってると思いますが、まあ徐々に敵に合わせてこちらも強くなっていくみたいな、本当にバランスのいいタワーディフェンスゲームでね、非常に楽しめると思うんですが、さあ、いつの間にね、こう日本語に対応してたんでしょうね。まあ昔はね、タワーの進め見るのも結構大変でしたが、まあ今ならかなりね、わかりやすくなっているかなと思います。